はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。スマホかカメラかっていうね、そういう議論はよく SNS では品質すると言ってもいいのかな、結構話題に上りますよね。スマホの時代が来てるのになんでわざわざカメラを使うのかっていうね、そういうのもあるし、デジカメの時代なのになぜフィルムカメラを使うのかっていうのもあるんだけども、まあ今回はそれはちょっと置いといて、まるっとカメラという話をしましょう。カメラとスマホね、みんなスマホ持ってるし、スマホには絶対と言っていいほどカメラがついてるし、カメラの性能がどんどん良くなっていくにもかかわらず、なぜカメラを使いたいのか、なぜカメラで撮らなくてはならないのかっていうね、まあ、この辺はね、まあもちろんね、表現したいこと、表現すべきこと、もしくは、こう撮らなくてはならないっていうね、そういう決まり事というか縛りというか、そういったものがある方、まあ端的に言ってしまえばお仕事、それから表現者の方、まあ趣味の方もそうですわな。そういった方、まあ、当然カメラ使いますわな。180mm 相当のマクロレンズが欲しい、絶対これを使わなくては撮れない表現があるってなると、それはやっぱりね、スマホ、今のところスマホではそういったものはあるようなないようなかな。まあどの道ね、フルサイズセンサーを使って、そのフルサイズセンサーの画素数であるとか、受光面積であるとか、ボケの大きさであるとか、そういったことを利用して撮らなきゃいけない作品なんだとかね、そういった場合はね、まあスマホで撮ってる場合ではないですよね。カメラ使いますよね。特にレンズ交換式カメラを使ってらっしゃる方っていうのはすごく多いんじゃないかなと思います。そういう方の中にはね、カメラで撮らなくてはって思う方は、だからレンズもね、セットじゃないかな。レンズが表現をなんというか規定してるというか、その表現のためにそのレンズを使う、だからこのカメラなんだって方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあだからといって僕はスマホカメラをそう下に見るようなことっていうのはあんまりなくって、あとカメラとは別物だっていう考え方も全然していなくって、まあフィルムカメラはとにかく置いといてですね、今まあフィルムカメラは、デジカメに進化というか変化していったわけだけども、じゃあそのデジカメからですね、スマホカメラっていうのは、これは僕にとって一緒に近いんですよね。ほとんど一緒に近いんですよね。皆さんはどうですか？僕にとっては地続きです。一緒っていうのはこのものが一緒っていう意味ではありませんよ。まるっとこれは同じジャンル、同じカテゴライズができるなと自分の中ではね。ベン図を書くと集合ね、ベン図ってありましたね、数学でね。ベン図を書くとこれはすごくかぶってるね。スマホデジカメっていうのはすごいかぶってるところにある。特にこういうコンパクトデジカメとスマホのハイエンドのものっていうのはすごくかぶってるなというのがあります。今ハイエンドのデジカメ、あ、ハイエンドのスマホっていう言い方になりましたけども、じゃあ写真をお見せしますが、写真というか画像をお見せしますが、これいずれも、動画から、スマホで撮った動画から切り出したものなんですが、圧倒的に明るくて綺麗に見える方が、私がiPhone 14 Pro で撮ったものです。いいですか、 iPhone 14 Pro で撮ったものですね。そしてやや暗いというか、まあ圧倒的に暗いなって感じるのがですね、うちの妻がほぼ同じ場所から撮影してた、一緒に撮影してた、iPhone 14ですね。
プロがつかない方 iPhone14 無印で撮ったものです。いずれも動画で撮影したものから、静止画を切り出したものなんですけどもね、まあハイエンドのスマホを使ってるか否かっていうのはこれ結構ね大きいなと思います。スマホカメラに持つ印象としては、だって皆さんね、じゃあね、例えばいろんなブランド名を挙げて、例えばキャノンのカメラはああだ、ニコンのカメラはああだとかね、ソニーのカメラはああだっておっしゃってる方って結構いるんですけど、それまるっとブランドの話をしててもあんまり意味がなくて、やっぱりこの機種でどういうものを撮った時とかね、どういう撮り方をした時、あるいはどのバージョン、ファームウェアのどのバージョンを使った時、今ねもうそこが重要になってきてますよね。電子機器だからね、ファームウェアのバージョンもすごく重要、ね、っていう時代において、まるっとスマホカメラっていう言い方をするのもなんかすごく違うなと。じゃあアップル、ソニー、ギャラクシーみたいな言い方もまたちょっと違うんだけども、とにかく、ハイエンドのスマホ使うと、まあフラッグシップが一番いいんですよね、やっぱりね、カメラはね。今のところコミュニケーションの質というか、コミュニケーション言語として、写真動画がすごく使われるようになってるっていうか、今や必須要件というよりも、もうもはやテキストよりも写真の時代ですよね。動画はちょっとやっぱり流れていくタイムラインの中では動画はちょっとアピールしづらいかもしれないけど、ああいう形の流れていくタイムラインにおいては、写真こそがテキストよりもアピール力が強い、パンチ力が強いっていうね、そういう存在だと思います。そういう言語ですよね。だからカメラ性能がどん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 良くなっていく。よくね、新しいスマホの発表があるたびに不満を述べられてる方が SNS ではいらっしゃいますけどもね、なんだまたカメラ性能ばっかり良くなったじゃないかっていう意見はねすごくありますよね。でも仕方ないと思うんですよ。一番有効活用されるのが、有効活用というか一番コミュニケーションとして使われるのがカメラですよね。電話なのになんでカメラだっておっしゃる方いるんですけど、いやいや全然そこは間違ってます。電話だからカメラなんですよ。電話っていうのはコミュニケーションを取るためのもので、まあそれはね、通話からインターネットにメインの、場所をね変えてきたわけですよね。そうなった時に通話するんじゃなくて、今やカメラなんですね。これが通話にとって変わってるわけですよ。そう考えるとやっぱりいいカメラを積んだスマホっていうのを使うっていうのもね、今の時代に合ってる、で今の表現にも合うかもしれない。まあそれはね、人によってやりたいことはいろいろありますけどもね。でもまあ悪いカメラというかね、映らないカメラ使うよりも映るカメラを使った方がいいに決まってるし、まあ綺麗に見えるカメラを使った方がいいですよね、やっぱりね。でそういうタイムラインにおいて何かしらのこうフックになるようなパンチ力を持ったような、そういう写真を投げかける、そういうものでコミュニケーションを取っていくっていう中で、まあ、何もいいねが欲しいとかじゃなくてもね、いいねが欲しいとかじゃなくても綺麗に撮れる方がいいに決まってますよね。そこはね、勘違いしないでいただきたいところかなっていうのはあるんですよ。その上で、でもカメラを使って撮るのはやっぱり素晴らしいよねっていうのはね、そういう話はね僕はいいなとは思うんですよね。それから大切にしたいカメラがある、大切にしているカメラがある、そして
誰かから歴史を受け継いだカメラだったりとかね、そういうカメラもあったりしますよね。まあ、カメラっていうのはなんかそういう郷愁というかノスタルジーを呼び覚ますようなツールであったりもします。反面未来に向けて、まあ、例えば広告写真とか、まあ、そういった類は未来に向けて撮るものですよね。過去と未来両方持ち合わせてたりしますね。そしてこれは何かというと現在なんだろうね。やっぱり用途としては何々 Now ってつけて投稿するぐらいだからね、現在のカメラなんだろうなという気がします。まあとにかくさっきも言ったように、僕にとってはこれはね、あのデジカメとこのスマホカメラというのは地続きです。特に分けては考えてません。でなんならデジカメとしてはもう僕が人生で最初に手に入れたデジカメよりも断然今やこっちの方が iPhone 14 Pro の方が性能がいいです。でもうすぐ予約してる iPhone 15 Pro に置き換わります。これは楽しみですね。今ね大学で教えてますけども、大学で導入してるのがこれなんですよね。14 Pro で、しばらくは買い替える予定がないので、そうだな、ちょっと学校のと差が出てきちゃうな。そうなるとまたなんか思うところも変わってきたりするのかもしれませんけどもね、いろいろとね。まあとにかくね、僕がそう、あのフィルムカメラはフィルムカメラで良いものなんだけど、僕は同時期にビデオカメラもずっと触ってたから、その辺もやっぱり抵抗のなさっていうのがあるかもしれない。 EVF で見るってことに抵抗が全然ないわけですよ。綺麗かどうかだけは気になるけども、光学ファインダーは光学ファインダーの良さがあって、 EVF には EVF の良さがある、液晶で見て撮るっていうのも良さがある。なんならこのスマホにおきましては、スマホの画面におきましては、この GR よりもずっと大きな画面ですねこれは。しかも明るいんですよね。というわけでこれはこれでカメラとして、なんていうんですか、毛嫌いしないでほしいなと思うんですよね。スマホで撮るよりもカメラで撮った方がいいよねっていう、それはねいい人にとってはいいんだけど、こっちに否定的にならないでほしいんですね。こっちを活用してほしいなというのと、あといいスマホカメラを使ってみてほしいです。スマホよりもカメラなんだよねっていう人ほどいいスマホカメラを使うべきかなと。いいスマホカメラ、今一番いいスマホカメラで何が表現できるのかっていうことを考えてみてもいいんじゃないかな。そういう時期だと思いますよ。ずっとそういう時期なんだけど、そういう時期だと思います。ちなみにですね、私が iPhone 3分映画祭っていうのを Apple Store 銀座のシアターでやり始めたのがもう10年以上前です。まあそれから3、4回やったのかな、まあ大変いいイベントでしたけどもね。まあその頃から比べてももう雲泥の差の性能にアップしてますね。いかんせん APS-C のコンデジと比べても、この GR なんかと比べてもまだ画質は劣るというかね、センサーサイズなりの良さっていうのは絶対ないですよね。センサーサイズは小さいから、その分コンピューテーショナルフォトグラフィーで複数枚撮ったものをうまく合成してたりとか、扱いやすさの面で例えば最短撮影距離をあまり考えなくてもいいように、レンズをいちいち僕が切り替えたりしなくてもいいようにうまい具合にやってくれる、結果としていい絵が出てくるかどうかはそこが使いこなしだったりしますよね。コンピューテーショナルフォトグラフィーのプログラムの裏を書かないと良くならないことはある。例えば、
標準レンズっていわゆる 50mm の標準レンズがありません。24から 77mm の間空白です。 24mm 以上はクロップというか、超解像ズームになるのかな。一番近い言い方で言えばね、超解像ズームみたいなことをしていきます。なので 50mm 付近で撮ろうと思ったら画質は良くなるわけがないんですよ。光学的にはね、オプティカルでは良くはないんだけども、そこをコンピューターの画像処理でうまくやってくれてると。まあでも入りの光がね、そしてセンサーサイズで考えるとやっぱりちょっとダメだなということがありますんでね、その辺をねうまく解消していってくれたらなと思いますね。ちなみに、まあ、GR でもこの GR3X でも、クロップできますよね。これは 40mm 相当、それから 50mm の 77mm でしたっけ、クロップしていくことがで、あ、71mm だ、その3段階でクロップすることができます。もっといいやつはライカ Q シリーズ、ライカ Q3 なんかは、28、35、50の75、90mm まで行くんだっけね。センサーをクロップしてそういうズームをしていくといったね、コンピューテーショナルフォトグラフィーではないけども、まあそういったものはありますよね。ソニーのカメラなんかでも、スマートズームとかっていうのは昔言われましたし、今は超解像ズーム、まあ、なんかあんまり使わないからあれだけどもさ、よく知らないけども、まあそういうのがありますよね。でこれはもうそういうのを使わざるを得ない、まだそこ使ったところでやっぱり光学的な性能よりもちょっと劣るから、あ、じゃあカメラいいよねって、カメラ専用機の方が綺麗に撮れるよねっていう部分はもうこれはもう否めないね、否めないし、まあよくボケるわな、センサー大きいとなそういう気持ちよさは絶対的にある。でセンサー大きいとやっぱり取り込む光の量が全然違うから、日常暮らしていて、日常暮らしてるこういう部屋なんかでご飯なんか撮るときはもう僕は、スマホはこれは惨敗だなって思いますね。やっぱりセンサーが大きいカメラの方が美しく、もっと言えば美味しそうに撮れる。もうそこだけはもうしょうがないなという感じですね。これで飯取りがうまそうにできるようになったら、もうもちろんねちゃんと照明作ってやればね、本当に iPhone でも美味しそうに撮れたりはするんですけどもね、そうじゃない時でも光をたくさん取り込める方がやっぱり有利だったりはしますよね。でもね、僕はもう全然これは否定はしません。別にねカメラがなくなるとは思ってないですよ。仕事、趣味、表現者の方々絶対使うと思います。まあでもこれこの先市場が伸びていくのか先すぼまりなのかちょっとまだ何とも言えないですけども、まあ、恐竜と鳥の関係にすごく似てるかなと思いますね。恐竜が絶滅したかっていう話になると、実は恐竜は絶滅してないですよね。恐竜イコール鳥類ですからね。恐竜イコール鳥類なので恐竜は絶滅してないです。だから僕の中でこれが地続きにあると言ってるのはもう同じ地平に置いてあるわけですよ。これはそう言ってる理由はそこです。恐竜イコール鳥だから、まあもちろんね違うものではあるんだけども、でも全然つながってて全く別物という見方はしてないですね。用途に合わせてっていうんだったらまあ分かります。用途に合わせて表現したいものに合わせてとかだったらまあ別ですけども、そんなにかけ離れちゃいないで、なんならもう動画の面で言えば本当にスマートフォンの動画っていうのは優れた部分がたくさんありますよね。まあ、そりゃね映画関係者とかもね使うわなっていう、
それは思います。だからビデオカメラとか使ってきた人の方がこういうのは馴染みは早いのかなって思いますね。あまり抵抗なく受け入れるかもしれませんだと思います。はい、まあ僕の考えはそんなところですね。皆さんはどう思ってらっしゃいますでしょうか。カメラかスマホか、いや別に選ぶ必要はないんですよね。カメラもスマホカメラも僕はどっちも好きだし、ただ、まあ、どっちが上でどっちが下っていうことはあんまりなくって、まあもちろんねセンサーサイズなりにこいつは画質が悪かったりはするんだけども、でも別にこれが劣ってるツールかっていうと全然そうはないし、そうは思わないし、でこれが撮り味がそんなに撮った感触が気持ち悪いかって、もうカメラの方が気持ちよくってスマホの方が気持ち悪いかってそんなこともないと思いますんで、むしろね体験としてはこの大きい画面でバッチリ見て、でタッチスクリーンで何でも操作できてすごく気持ちいい体験だなと、もうそれこそ撮影のエクスペリエンスはすごく高いなと、これはこれなりに高めていってるなっていうのはまあ分かりますしね。もちろんカメラはカメラでね、この撮影体験っていうのもね、まあ気持ちいいもんですよね。これは儀式としてね、フィルムカメラなんか特にね、シャッターチャージしてカシャってやるのは、まあ、儀式としてはねすごくいいんですけどもね。あ、取り留めもなくなっていきますんでね、この辺にしましょうか。皆さんのご意見とかありましたら、ぜひコメントしてください。はい、それでは。